K チャンネルのオーナーの K です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。8日に公表された小室文書に対して多くの国民からたくさんの批判的なコメントが寄せられています。28枚にも及ぶ文書にも関わらず、なぜここまで批判的な評価をされるのでしょうかその背景には、この文書の裏に隠された小室家の不都合な真実があると考えています。本日は、 コムロケに隠された不都合な真実をお伝えしていきたいと思います。今回は YouTube ガイドラインの規制ギリギリのところでお伝えしていくことになると思われます。より動画を理解していただくために補足動画も同時配信しますので、そちらも合わせてご覧ください。8日に公表された文書には、コムロケにとって都合の良いことしか書かれていませんでした。国民が本当に知りたかったのは、元婚約者からの金銭的な支援が、 借金なのか、贈与なのかの金銭トラブルではなく、婚約延期後に様々なメディアで報道されている疑惑が真実なのか、否外ということです。今回の文章では、金銭トラブルについての自己弁護がされているわけですが、それに国民が納得するはずもありません。ここでは、遺族年金不正受給や関係者の不意について噂も含めてお伝えしていきます。 元婚約者との間の金銭トラブルとともに問題視されているのが遺族年金不正受給疑惑です。かよさんは夫であるとしかつさんの2002年から遺族年金を受給しています。婚約をし、金銭的な支援を受けていた2010年から2012年の2年間は内縁関係にあたります。この遺族年金は受給者が婚約をした時にその資格は失格してしまいます。当然、内縁関係もこれに含みます。 カエさんは2010年から遺族年金の受給資格を失権しているはずですが、現在も受給し続けています。この遺族年金は一度資格を失うと復権することはありません。婚約当時、元婚約者はカエさんからこんなメールを受け取っています。私は主人の年金を受け取っている間は内縁の関係にはなれません。ですので、私たちの事実婚はなるべくどなたにも知られたくないのです。万が一、どなたかが 役所に告発すると最悪の事態になりかねません。メールからは元婚約者の関係が公になれば、遺族年金の受給資格が失権されることをカルさんは知っていたものと推測できます。それを分かっていながら元婚約者に口止めをしてまでも遺族年金を不正受給していました。ですが、この遺族年金の不正受給は受給日から5年を経過すると返還請求ができなくなります。ですから、 2010年から2012年の間の不正受給については、すでに時効となっています。しかし、2010年に婚約し、金銭的な支援を受けていた内縁関係により、遺族年金の受給資格を失権していますので、それ以降の期間はすべて不正受給となります。今回、K さんが28枚にも及ぶ文書で内縁関係を認めていますので、その上で現在も遺族年金を受給しているということは、 少なくとも過去5年を遡って受給した遺族年金については変換請求ができるということになります。今回の文書公表でさすがの日本年金機構も調査を行わざるを得なくなりました。日本年金機構がしっかりと調査を行えば近いうちに会社に対して直近5年分の遺族年金の変換請求を行うことになると思われますが、あとは日本年金機構次第ということになります。 夫である土地勝さんは、K さんが小学生の頃、横浜市役所に勤務していましたが、一時期体調を崩し、藤沢市の実家に帰ることになりました。その後、再び自宅に戻って、家族と生活をすることになりましたが、そんな中、悲劇が起こりました。2003年3月5日、38歳の時に、自宅近くの河川敷で、<laughs> したのです。土地勝さんが体調を崩したり、<laughs> した理由は、経済的な負担、 嫁姑問題、仕事面などが考えられています。経済的な負担は、K さんの教育費と、K さんの両親の住居費です。K さんは当時、私立の音楽大学附属小学校へ通っていた上、バイオリンも習っていたことで、教育費は相当な金額だったようです。また、K さんの両親を住まわせるためのマンションを、都市活さんが購入していたようです。さらに、その両親と一緒に住むための二世帯住宅を建てる計画まであったといい、 経済的な負担は相当だったようです。その後、この二世代住宅を建てる計画により、嫁姑問題が発生しました。仕事面でも勤務先の部署移動で希望の仕事ができなかったり、上司との折り合いがつかず悩んでいたこともあり、それらが引き金となり、悲劇につながったと見られています。土地 <noise> 勝さんが38歳の若さで、<noise> したことで、祖父母は凄まじく落胆しました。 特に憔悴していたのは祖父でした。その祖父は、土地勝さんのから一週間後、後を追うように、しました。子供が、したショックによるものと思われますが、土地勝さんが行方不明になったとき、彼さんは、小室は、している。それは全部あなたたちのせいだ。あなたたちの愛情が足りなかったんだ。と、祖父を罵倒していたようです。まだ、と決まっていない段階での、発言は、 何か事情でも知っていたのかとも考えられます。ほぼ同時期に夫と祖父が〇〇したわけですが、一番心配だったのが遺産相続のことのようでした。子供と夫が〇〇し、まだ悲観に暮れていた祖母に対し、K さんは暴力団関係の経歴を持つ知人男性を使って相続交渉をしています。結果、ケイさんは相当な額の現金を相続することになりましたが、相続後、 相続交渉した男性は突如縁を切られたようです。K さんに遺産が相続され、間もなく祖母も自術しています。夫と子供の死後の1年後だったようです。一部の報道では、X、と伝えられていますが、X、説が最も有力なようです。当然 K さんはその祖母の財産も相続していますので、一部ではこの一連の事件は遺産目当てのカヨさんによるものだと言われています。 歳勝さんが亡くなった直後から、海さんは、長金氏の男性と付き合っていました。この長金氏は、元稲川会計二次団体の構成員で、様々な逮捕歴、懲役歴があるようです。歳勝さんが、するや、半年も経たないうちに、同棲を始めています。同棲していた当時は、長金氏が本職との触れ込みだったのですが、実際には、偽ブランド品の転売で、事前に稼ぎをしていたようです。 その後、解散との仲が悪化し、同性は解消されますが、2018年頃、<laughs> を遂げています。一部週刊誌には、前立腺関係の病気を患って入院していたことが書かれていたので、何か関係があったのかもしれませんが、真相は不明なままです。また、長金氏と交際を始めた当初、長金氏には妻がいました。その長金氏の妻も叶 <laughs> を遂げているとの噂があります。その時期は、 解散さんと交際を始めた直後だと言います。ただし、長兄氏の妻のという噂がどこから出てきたのかわからず、真相は不明です。いかがでしたでしょうか今回は YouTube ガイドラインの規制ギリギリのところでお伝えしました。本当に小室家について話そうとすると、規制対象の話になってしまいます。ここまで規制のかかる内容は普通の過程ではないと思うのですが、それが小室家では起こってしまいます。 小室家のただならぬ闇を感じてしまいます。そもそもそういう闇を持つ家柄の人物が皇族に近づくなどもってのほかです。しかも関係者はこの人物との結婚を推し進めようとさえしています。何千年も続いてきた優秀ある一族のやることではありません。これからも一族を守るために何をやるべきなのか、冷静に考えればわかるはずですが、関係者はその冷静さを書いています。 上記を意した行動と言わざるを得ません。これまで国民と共に歩んできた皇室は今や見る影もありません。今後皇室を国民の手に取り戻すためには国民が一つになり巨大な闇に立ち向かっていく必要があります。政治家たちはまだ時間があると高をくくっていますが、気づいた時にはすでに皇室から国民は離れ、皇室は崩壊していることでしょう。そうならないためにも我々国民が今声を上げ、 公室を国民の手に取り戻し日まで声を上げ続けなければなりません。本日はここまでです。今後も公室についての情報を私の独自の考察も交えながらお届けしていきますので、高評価いただけると動画配信の励みになります。また通知が届くようにチャンネル登録と合わせてお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではまたの機会に。